はるかお姉さんが来てくれてもう本当に本当に嬉しいぞいや俺らはやおれらだよ私も来てるんだからしんちゃんおいおいしんちゃんすげえこおいんんすげえこおいしいなちひろお姉さんも大好きなんだけどなんか言って俺ら俺と一緒に渋谷でおデートでもしませんか ゼロ七。ガイドもオラにお任せください。さあ行きましょう。今すぐ行きましょう。まだちょっと仕事がじゃあということで。え？う？しんちゃん。う？マ松お姉さん口説いてないで、今は舞台挨拶進めなきゃ。ええ。実際目の前にしたらなんて失礼な子供なんだ。しんちゃんってこうだから。許せないですよちょっと。お疲れも目が合わないんだけど。一切触れられない。触れられないですね。 めちゃめちゃ嬉しかったですし、あの完成したのを見てもめちゃめちゃ泣きました。うん、でもなめちゃめちゃ泣くんですけど、なんか箇所箇所でまた笑わ笑ったりとかするので、なんか感情がジェットコースターみたいな感じになります。うもう笑って泣いて、もう最高です。はい。本当に笑って泣いての映画ですよね。はい、<laughs> しんちゃん、<laughs> とんでもないパワープレイでまとめていきますね。<laughs> <laughs> 本当に大人も子供も泣いて笑って素敵な映画となっています,いまいますありがとうございます、はい、手を振ってくださいお願いします皆さんいい笑顔ですねでゆっくりちょっと右手の後ろのムービーさんのあごめんなさいスチールさんちょっとしゃがんでいただいてムービーさんに目線いただきますスチールさんちょっとしゃがんでくださいすいませんムービーさんに目線いただくのでしゃがんでください皆さんありがとうございます